68HC11 は、モトローラによる8ビットマイクロコントローラのファミリーであり、現在は、フリースケールセミコンダクタが製造している。68HC11 は MC6800、マイクロプロセッサから派生した、シスクマイクロコントローラである。68HC11 は 68HC05、マイクロコントローラよりも高価であるが強力であり、バーコードリーダー。 ホテルのカードキーライター、アマチュア向けのロボットや、その他の多くの組み込みシステムで使われている。MC68HC11A8 は48、ピンのディップや、写真のような52ピンの PLCC で提供されている。内部的には、HC11 の命令セットは、MC6800 にワインデックスレジスタを加えたものであり、上位互換性がある。 HC11 は2つの8ビットアキュムレータの A と B、2つの16ビットインデックスレジスタの X と Y、ステータスレジスタ、16ビットスタックポインタとプログラムカウンターを持つ。加えて、いくつかの命令は A と B のレジスタを組み合わせ、16ビットの D レジスタとして扱う。HC11 ファミリー向けの標準的なブートローダーは、バッファローと呼ばれる。 すべての HC11 のモデルが、バッファロー、ブートローダを内蔵しているわけではない。68HC11A0 と A1 は、ブートローダを内蔵していないが、A8 は内蔵している。HC11 のバージョンの差により、アルファベットで名前が付けられたポートの数は異なる。最も一般的なバージョンは5つのポートがあるが、ポートを3つしか持っていないものもある。 ポート D 以外の各ポートはそれぞれ8ビットである。ポート D は6ビットである。HC11 は内蔵のプログラムとラム、または最大64キロバイトの外部メモリで動作する。外部メモリを使用する場合、ポート B と C がアドレスバスとデータバスとして使用される。この場合ポート C はアドレスの定位バイトとデータの両方で使用するため、自分割り多重となる。 ポート変換ユニットの MC68HC24 を HC11 と合わせて使用することができる。外部のアドレスバスに置かれた場合は、MC68HC24 はポート B と C の機能として動作する。ポート A は入力のキャプチャ、出力の比較、パルスアキュムレータ、他の対魔機能を持つ。ポート D はシリアル I、O の機能を、ポート E は AD 変換器の機能を持つ。フリースケール 68HC12 は 68HC11 を強化したバージョンである。フリースケール 68HC16 マイクロコントローラは 68HC11 のアップグレードとして、ほとんど互換性のある16ビットプロセッサを意図している。この記事は2008年11月1日まで、 GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。